ドイツ文学は、ドイツ語による文学のこと。またその作品や作家を対象とする学問領域も、指す。ドイツ国内で書かれた文学のみではなく、オーストリア文学やスイス文学など、ドイツ以外のドイツ語圏の文学も含む。講義の文学には、言語芸術以外の文筆家としての創作行為も含まれる。すなわち歴史的記述、文学史、社会学、 哲学的著作、もしくは日記や往復書簡などである。時代区分の開始年、終了年を設定するのには常に困難が伴う。ここでの時代区分はできる限り早い時期から始まるよう定義されている。そのため、時代区分の相互の重なりについてよく確認することが望ましい。ボルフラム法一線バッハ最も古い古高ドイツ語は8世紀の メルゼブルクの呪文に見ることができる。このゲルマン的なまじないの書は、ドイツ語圏で唯一残された、キリスト教経前という意味で、異教時代の文献でもある。他にこの時代の文献としては、ヒルデブラントの歌が残されている。洋皮紙が高価だったこともあって、読み書きは主に修道院で教えられており、これら国語ドイツ語文学には、キリスト教の影響が大きい。このような例として、 バイセンブルクのオトフリートによる昇福音集や千年頃のザンクトガレンの修道士ノートカーによる古典の翻訳などを上げることができる。これら宗教文学に続いて世俗文学も徐々に成長を見せた。最初の宮廷女児誌としてアレクサンダーの歌とローラントの歌がある。女女上誌ではミンネザングと呼ばれる恋愛詩が発展しハインリヒホンモールンゲン ハルトマン・フォンは上、ライン・バル・フォン・ハーゲナウ、バルタンフォン・デア・フォーゲル・バイで、ナイト・ハルト・フォン、ロイエンタールなどが活躍した。中世世紀の12、13世紀には、クレチアンド・トロワなどによるフランス文学を反として、中高ドイツ語による宮廷文学が流星を迎えた。宮廷文学として、最も有名なものに、ハルトマンによるエーレクト・イーベイン、 ゴットフリート・フォン・シュトラースブルク、トリスタント・イゾルで、ボルフラム・フォン・エッシェンバッハ、パルチバール、作者不明の、ニーベルンゲンの歌などがある。中世末期に起こった革命的な出来事として、組み替え可能な活字による印刷が発明されたことが挙げられる。またこの頃洋筆は安価な紙にとって変わられるようになった。初期近代への移行期の作品には、ヨハネス・フォン・テーブルによる、 ボヘミアの農夫がある。ルネサンス的精神である人文主義はイタリアからドイツに伝えられた。時代の主張は古代に向かったが、その代表者としてロッテルダムのエラスムストロイヒリンがいる。彼らは主にラテン語で著作を表したため、知識階級以外への影響はあまり大きくなかった。一方、反権力的な詩を作ったウルリヒフォンフッテニア 大きな成功を収めたアホーブネの作者ゼバスティアン・ブラントラはドイツ語で作品を制作した。それに続いてマルティン・ルターによる宗教改革運動が始まった。ルターは自分の思想を広めるには民衆にわかりやすい、ドイツ語で書くべきであることを理解していた。ルターによって1522年から1534年にかけて聖書がドイツ語に翻訳され、 ニータかドイツ語の発展に大きく寄与した。ドイツ出版界における16世紀最大の事件である。人文主義や宗教改革と並んで挙げるべきは、食卓見歌、舎肉祭劇や国慶談などである。少なくとも、ニュルンベルクのハンス・ザックスとヨルクビクラムには言及すべきだろう。さらに挙げるべき価値のある作家として、ラブレーのガルガンチュア物語を本案した冒険的で、 気まぐれでうさんくさいエセ物語を表した、シュトラースブルクのヨーハン・フィッシャーとがいる。この時代に、人気のあったジャンルとして、民衆本がある。その題材は一般に流布していたもので、作者不明なのが普通である。ヨーハン・ファウスト博士の物語や、ティルオイ・レン・シュピーゲルなどが有名である。アホ物語見返しバロック期になると、ドイツ語によって、 文学作品を制作する傾向が強まってくる。この時代は、政治的には30年戦争と宗教対立で特徴づけられている。バロック文学のジャンルは多様で、宮廷文学から大衆小説まで古典を反とした、非古典的文学から個人的な体験文学まで、生の皇帝から遠征的なバニタスのモチーフまで、様々である。バロック時代には、 文学の促進とドイツ語の統一を目的として多くの詩人協会、国語協会が設立されたが、最も有名なのは結実結社である。マルティン・オーピッツはドイツ詩学の書を表し、ギリシア語史に由来するアレクサンド・ラン詩系をドイツ語の詩に当てはめたが、この詩系は長い期間にわたってドイツ史の最も重要な詩系となった。少し遅れてペトラルカ的恋愛詩や、 牧歌などもドイツ文学に導入された。この王筆文化で有名なのはパウル・フレーミングとジーモン・ラフ派である。その他に、この時代の叙情詩の形式として、重要なのはソネット、昇歌、エピグラムなどがある。これら叙情詩は主にプロテスタント的な宗教史と世俗的な詞とに対別できる。宗教的な叙情詩作者として、重要なのはフリードリヒシュペイ・フォン。 ランゲンフェルトと神秘主義者、ヤーコップ米名である。主に世俗的な詩を制作した詩人、特にソネットの形式で制作した詩人にアンドレアス・グリューフィウスがおり、またクリスティアン・ホフマン・フォン・ホフマンス・バルダウもあげることができる。バロック期の演劇もまた多岐にわたる。イエズ・ス会劇は南部のカトリックが盛んな地域で主に上演されたが、これはラテン語で演じられたため大衆には、 セリフの意味はわからなかった。しかしその分視覚的な面には注意が集中された。これは外国人、主にイギリス人による放浪劇団についても同じことが言えるだろう。この他にバロックオペラや宮廷演劇などがあり、総合芸術として珍重された。宮廷演劇には古代ギリシア演劇に定められているように悲劇の主人公は、 貴族、喜劇の主人公は、平民、というような身分規則があった。この分野の作者としては、ダニエル・カスパー・フォンド・エンシュタインがいる。グリューフュースも、また喜劇や悲劇を制作している。バロック小説には、牧人小説、国家小説、宮廷恋愛小説などのジャンルがあった。また、スペインに由来する、アッカン小説では、 ハンス・ヤーコップ・クリストフ・ェルホン・グリンメルスハウゼンによるアホ物語が非常に有名である。30年戦争の時代をめぐる、このジンプリチシムスの冒険物語は、スペイン以外で最も重要な悪感小説であり、多くの模倣作が追随した。1687年にはすでにドイツ啓蒙主義の父と呼ばれるクリスティアン・トマジウスが、ラテン語ではなく、ドイツ語で講義を行っていた。 初期啓蒙主義の時代の有名な哲学者として、クリスティアン・ボルフとゴッドフリート・ライプニッツがいる。初期啓蒙主義の重要な文学者としては、偶話を表したクリスティアン・フィルヒテ・ゴッド・ゲラートがいる。だが、最も重要な文学者は、ヨーハン・クリストフ・ゴッドシェートであることは確かである。ゴッドシェートの文学理論書、批判的史学の試みは、その後の文学に道を示したが、その一方で、 彼の実作した文学の方は、二流のものにとどまっている。批判的詩学の試みは、ラシーヌなどのフランス古典演劇に反をとって、詩学の規範を定めており、身分規則や三一地の法則などを誇示していた。この規範性に対しては、スイスのヨハン・ヤーコップ・ボードマーや、ヨハン・ヤーコップ・ブライテンガーラがことを唱えて、論争を展開した。時代区分は曖昧なもので、 初期啓蒙主義の文学者たちは同時に、後期バロックにも分類されるが、詩人ヨーハン・クリスティアン・ギュンターやバルトルト、ハイン・リヒ・ブロッケスなどは、その例と言える。理性を重んずる啓蒙と並んで、感情を全面に押し出す、文学的主張も同時にあり、これらは、フリードリヒ・ハーゲドルン、エーバルト・クリスティアン・フォン・クライスト、ザロモン・ゲスナーなどのロココ詩人たちによって、代表されている。 感傷主義に分類されるフリードリヒ・ゴットリープ、クロップ・シュトックの救世主はこの時代を代表する作品であり、その燃えるような感性と精神的態度によって一つの世代全体を代表している。また3文では、クリストフ・マルティン・ビーラントが、ロココ的要素と啓蒙主義の混ざった教養小説の元祖、アーガトン物語を表した。ゴットホルト・エフライム・レッシングなしでは、 後期啓蒙主義を語ることはできない。彼は、理論的な面では古代イギリシアの、高貴な簡潔さと、静かな偉大さを商用したビンケルマンから影響を受け、美学論文、ラオコーンにおいて、文学の特質を、造形芸術との対比を通じて明らかにした。また、フリードリヒ・ニコライや、モーゼス・メンデルス・ゾーンらとともに、文学批評家として活動したり、一連の重要な、 義曲を制作したりした。義曲、賢者、ナータンは人間の価値が民族や宗教など環境から偶然に与えられたものによって変わるものではないという啓蒙的な心情を端的に示している。啓蒙主義のことを狭苦しくて感覚的に冷めていると感じた若者たちの反応は短いシュトルムーントドランクの時代を作り出した。この運動のほとんどは いかなる形の先生にも抵抗するという信念を持った若者たちによって構成されており、彼らは芸術の領域においても他からの干渉を許すべきでないと考えていた。この時代の特徴として、規範に縛られない天才という観念が流行し、古典よりも自分たちを取り巻く、今、ここで起こっている問題に重きを置いていたという点がある。ヨーハン・ボルフガング・フォンゲーテは、 初簡体小説、若きはエルテルの悩みで、実る、見込みのない恋の絶望のうちに自殺する感情豊かな若者を描いた。フリードリヒ・ホンシラーは、戯曲、群島において、自由を重んじ父と秩序に反抗する若者を描き、その作品が舞台に登るや、一大センセーションを起こした。ヤーコプ・ミヒアイル・ライン・ホールト・レンツは、家庭教師の中で、 知識階級の若者が抑圧された状況を表現した。これと並んで感情と情念を主題とした助上詩も重要である。シュトゥルムーンとドランクの時代は長くは続かなかった。この運動の主役を担った若者たちは成長して別の精神的傾向に傾き、あるいは情熱の赴く果てに若くして命を失ったのである。ゲーテとシラーは古典に回帰して、 次の時代を開き、レンツは彼を取り巻く環境に適応することを潔しとせずに孤独のうちに死を迎えた。バイマルのシラーとゲーテの像バイマル古典主義の時代はゲーテのイタリア気候をもってじめとする。際立った成果としてゲーテとフリードリヒ・ホンシラーとの実り多いが施策がある。この二人の主役はシュトルム・ウント・ドラングの段階を脱して人文主義的な理念に向かったのである。 古典に題材を取った作品が、技古的と言われることがあるが、この時代の古典的という表現は普通ポジティブな意味で使用される。古典主義の時代区分としては、シラーの没した1805年が終わりとされる。ゲーテは、戯曲、タウリスのイフィゲーニエで偏見の克服を描き、古典の人文主義的理想の例を示した。彼の最大の作品、悲劇、ファウストの第二部が完成したのは、 ゲーテ最晩年の1832年だったが、この作品の内容は、非常に幅広く、後半部分はもはや古典主義すら脱している、晩年の境地が伺える。フリードリヒ・ホンシラーは、その理論的著作、素朴文学と上官文学において、ギリシア的古典を商用しつつ、近代に生きる人間のあるべき姿を示した。また、三作のような序上詩においても、 哲学的問題をテーマにした。またシラーは、人質など多くのバラードと共に、ドン・カルロス、ジェノバのフィエスコの反乱、メアリス・スチュアート、オルレアンの乙女、バレンシュタイン三部作のような一連の刺激も、制作している。その他重要な作者として、古典主義の先駆者、カール・フィリップ・モーリッツ、シラーの美学的著作に感銘を受けるマン主義への道を、 示したフリードリヒ・ヘルダーリンがいる。モーリッツの自伝的小説、アントン・ライザーは、ドイツ語文学最初の心理小説とも言われており、また、ヘルダーリンの叙情的参加は、この分野の到達点と称賛されている。広い意味では、主として風刺的な小説を書いたジャンパウルや、ミハエル・コールハースなどで、社会的漆黒と葛藤し、それを打破する個人の意識を、 描いたハインリヒホンクライストなども古典主義に含めることができる。ルートビヒティークロマン主義の時代は初期、正規後期、晩期の4つに一応分類できるが時代区分も作家がどの時期に属するかもはっきりと分類するのは難しい。初期ロマン主義は文学的展望が最も興味深いものになった時代だと言える。こういうのあった作家たち、 アウグスト・ビルヘルム・シュレーゲルとフリードリヒ・シュレーゲル兄弟やビルヘルム・ハインリヒ・バッケンドー・ダート・ルート・ビヒティーク・ノバーリスの筆名で創作活動を行ったフリードリヒ・ヒ・ホン・ハルデンベルクなどの作家たちはいくつもの共通傾向を示した。例えば小説や詩、バラード、短い物語などを混在させるなどである。これには先行する若きウェルテルの悩みや ビルヘルムマイスターの修行時代のような対策からも影響を受けている。フリードリッヒ・シュレーゲルは、これを発展的普遍文学と呼んで、文学における多様なジャンルや学問分野を互いに結びつけ、自身の批評活動をもこれに含めた。このような文学状況において、イロニーの表現は、古典主義の理論に基づく理想像が人間らしさと乖離していること。 そしてそのような理想像によって表現される作品は、もはや信用がならないということを表明する手段として、現れた。正規ロマン主義の代表者として、アヒム・フォン・アルニムとクレメンス・ブレンターノが挙げられる。彼らは、少年の魔法のつ笛というタイトルで、ドイツの民謡集を発表した。アルニム夫人であり、ブレンターノの妹である。 ベッティーナフ法のアルニムはゲーテとある子供との往復書簡を編集し1835年に発表した。この作品でベッティーナはゲーテの人気を伝えるばかりでなくドイツの社会的、政治的欠陥を幾度も指摘して話題にしている。ヤーコップ・グリムとビルヘルム・グリムのグリム兄弟が民話集を収集したのもこの頃であり、ティークもこの時期に分類できる。高期ロマン主義者で、 最も有名なのは E.T.A. ホフマンである。オスネコ、ムルの人生観と素直においてロマンティキロニーは現代のように心理的側面に向かい観念的思学の兆しはもはや見られない。後期ロマン主義の詩人にはヨーゼフ・ホガイヒ・エンドルフがいる。ハインリヒ・ハイネはロマン主義とそのモチーフにしばしば皮肉な態度をとったが、これによりハイネは 初期リアリズムに分類されるのが一番ふさわしいだろう。古典主義及びロマン主義と口述する市民的、私的リアリズムに挟まれるこの時期の文芸主張は単一の概念によって分類することができないため、歴史的概念を流用してビーガー・マイヤーと3月前期という語が用いられている。3月前期に分類される作家は熱心に政治に参加し、政治的文学を流星させた。 彼らの多くは若きドイツなどのグループで緩い連帯を持っていた。ゲオルク・ヘルベーク、ハインリ・ヒラーベ、カール・グッコー、フェルディナント・フライリ・ヒラートなどである。類似の傾向が見られるのは、ハルツキコー、ドイツ冬物語を表したハインリ・ヒハイネ、ルート・ビヒベルネ、そして、儀曲、ボイチェクの作者で溶接したゲオルク・ビュヒナーなどである。 その他で、リアリズムに分類されない作家はビーダーマイヤーに属する。何よりも、叙情詩人として有名なのが、ニコラウス・レーナウ、エー・トゥアルト・メルケ、フリードリヒ・リュッケルト、アウグスト・フォン・プラーテンである。アーダルベルト・シティフター、イエレミアス・ゴット・ヘルフ、メルヘン詩人のビルヘルム・ハウフラにも触れる必要がある。劇作家で多少なりとも、 ピーダーマイヤーに属しているのは、オーストリアのフランツ・グリルパルツァー、ヨーハン・ネポームク・ネストロイ、フェルギナント・ライムントである。グリルパルツァーは、バイマール古典主義精神の悲劇を描き、ネストロイとライムントは、ウィーンで、民衆演劇を制作した。史的、市民的リアリズムにおいて作家は、大きな社会、政治問題を避け、狭く、地域的な強度の風景と人々に興味を向けた。 すべての小説、戯曲、詩の中心は、一人、数との人間、個人である。詩的リアリズム作品の多くに見られる、様式的特徴は、耐え難く腹立たしい現実から距離を置くユーモアである。このユーモアによって、リアリズム文学は、社会構造の個々の欠陥や弱点を告発するのだが、それが、社会構造全般に対して向けられることはない。 はじめのうち好まれたジャンルはノベレであり、例として、スイスのコンラート・フェルディナント・マイヤーによる、首飾り、テオドール・シュトルムの、白馬の騎士などがある。戯曲では、マリア・マグダレーナなどを書いたフリードリヒ・ヘッペルのみが、記憶されている。後には、長編小説がノベレよりも好まれるようになる。長編の作者としては、グスタフ・フライタークや、ビルヘルム・ラーベなどが挙げられる。 リアリズムの二巨頭は、テオドール・フォンターネと、スイスのゴットフリート・ケラーである。ケラーは、村のロメオとユーリアのような物語のほか、教養小説、緑のハインリヒなどを表した。フォンターネは、ジャーナリストとして出発したが、イエニート・ライベル夫人や、エフィブリストなどの小説を書いている。フォンターネはその視野を、主人公から広げ、社会小説の域にまで発展させた。 オーストリアでは、マリーフォン・エプナー・エッシェンバッハや、ルートビヒ・アンツェングルーバーラの牧歌的モチーフや、時代区分の広報にはみ出しているが、ベーター・ロゼガーラが見られる。自然主義は、社会のすべての領域における諸関係を容赦なくに、明らかにしようとする、新たな美術、文学の潮流であった。19世紀中期のリアリズム文学者たちが未だ、テーマとして避けていたものが、 この時期の文学における主要な対象となった。いわゆる良い趣味というものが設ける限界にも、市民的な芸術理解にも何ら考慮することなく、現実世界の描写においてはできる限り現実と、その似姿の間の差異をゼロに近づけなければならないと考えられた。様式上本質的に新しいのは、このような観点からの俗語、因語、方言などの導入であった。 自分自身の考えに従って自由に行動する。主人公はもはや描かれなくなり、代わりに、集団や羊、家庭環境や時代主張に縛られた人々が物語の中心に据えられた。ロシア文学やフランス文学とは異なり、ドイツ語圏においては重要な自然主義的、長編小説が登場しなかった。アルノー・ホルツは、ヨハネス・シュラーフと共に、序上詩や、 パパハムレットなどの短い3文を制作した。ホルツの方程式、芸術イコール自然 X はよく知られており、この等式において X は限りなく例に近づいていかなければならず、従って芸術とは現実の写し絵以上のものではないと考えられた。さらに重要なのは、デアハルト・ハウプトマンの貢献で、擬曲、触興は国際的な賞賛を受けた。 自然主義の終焉には、フランク・ベーデ・キントがおり、春の目覚めは、思春期の生をテーマとして示し、すでに世紀末に位置している。自然主義と象徴主義の登場をもって、古典的近代と言われる時代が始まる。この時代は、様々な潮流の平存と様式の混合によって、特徴づけられている。ベルリーナー・モデルネ、ビエナー・モデルネとも呼ばれるように、この時代の中心は、 ベルリンとウィーンであったが、これらの中心地は、第一次世界大戦の勃発によって、突然の解体を迎えることになる。古典的近代には、前衛という概念が、特に重要なものになった。この時代の始まりは、19世紀終わりの、ステファン・マラルメや、シャルル・ボードレール、アルチュール・ランボーなどの詩人が代表する、フランス象徴主義に由来している。 ドイツ語圏で最も重要な象徴主義の代表者としては、ステファン・ゲオルゲ、フーゴ・フォン・ホーフマン・スタール、およびライナー・アマリー・ア・リルケなどがいる。象徴主義は、およそ時を同じくする自然主義とは、全く違った考量に従っている。象徴主義的叙情詩は、エリート的で、美と様式に最高の価値を置いていたのである。世紀末として示される時代。 ユーゲンとシティールは、このような傾向を示した芸術である。同時に、この時代は、印象主義の時代にもあたる。印象主義は、象徴主義よりもエリート的ではないが、ホーフマン・スタール・トリルケは同時に、こちらにも属していた。それに加えて、三文作品はないが、リハルト・デーメルや、劇作家、アルトル・シュニッツラー、ベーター・アルテンベルク、およびデトレフ・ホン・ディー・リエン・クローンなどがいる。 象徴主義と印象主義は共に自然主義に対抗しているという観点から合わせてシンドマン主義と呼ばれることもあり、世紀末ウィーンがこれらの文学の中心地となった。これらの伝統に対抗する東派的な潮流と並行して古い形式を取り上げさらに発展させた長編小説が多数現れた。時代批判的な作品を書いたハイン・リヒマン。 市民的教養と芸術家との相国を描いたトーマスマン、市民社会における人間性をテーマとしたヘルマンヘッセ、歴史小説で活躍したアルノルト・ツバイク、都市をテーマにしたアルフレート・デーブリーンなどであり、またヘルマン・ブロッホ、ロベルト・ムージル、エルンスト・ユンガー、フランツ・カフからは現実社会への深い会議に基づきさらに現代的な長編小説を残した。 表現主義はドイツにおける最後の大きな文学的潮流だとみなされており、すでに伸びた象徴主義と同じく表現主義もまたアバンギャルド文学に属する。アバンギャルドは新式の理論先導的な文学であり、市民文学への対抗の身振りをもって出現した。アバンギャルドの潮流は、シュールネアリスムと未来派から影響を受けたダダイスムの出現をもって頂点を迎えるが、 市民社会の教養をナンセンスな表現を用いて突き放したこれらの文学は、ナチズムの台頭した第二次大戦期には取り締まりの対象となった。表現主義的な詩の講師は、ヤコブ・バン・ホディス作の世の終わりである。また薬学師としての教育を終えたばかりのゴットフリート・ベンは、三文詩、モルグにおいて、死体置き場や子供の出産、あるいは売春といった、それまでの文学では、 ほとんど見られなかった題材を取り扱いセンセーションを起こした。表現主義の作家、詩人としては他に、ゲオルク・トラークル、ゲオルクハイム、エルゼラ・スカー・シューラーなどが挙げられる。表現主義の後には、客観的、現実主義的な姿勢で新速物主義と呼ばれる流れが起こった。劇作の分野では、ベルトロ・トブレヒトが突出しており、三文作品では、エーリッヒ・ケストナー、 アルノルト・ツバイク、アンナ・ゼーガース、エイリヒ・マリアレ・マルクなどが挙げられ、彼らは戦中、戦後を通じて作品を残している。1933年1月30日にナチスがドイツの政権を握ると同年中から噴所が行われ、国家から独立して文学活動を行うことは不可能になった。1938年の終わりにはオーストリアでも、 同様の事態が起こった。政府からは、郷土愛と民族主義を重んじる文学が推奨され、その他には、いくらかの娯楽文学が許されただけであった。体制への著名な反対者は亡命し、さもなければ、ヤコブ・バン・ホディスや、カール・フォン・オシーツキーのように死がもたらされた。ナチズムに反対しながらも国内に残ったいくらかの作家は、作品の発表を諦めるか、 もっぱら非政治的なテーマで書くことを強いられた。彼らは国内亡命者とも呼ばれるが、もともと非政治的な作家であったものと彼らと見分けるのはしばしば困難である。当時国内に残っていた作家は、ゴットフリート・ベン、エルン・スト・ユンガー、エイリッヒ・ケストナー、ゲアハルト、ハウプトマン、オトフリート・プロイスラー、ウォルフガング・ケッペンなどである。 およそ1500人もの作家が多くの場合入り組んだ過程を経て亡命し、ステファン・ツバイクなど多数の作家が亡命先で命を落とした。ドイツの亡命文学の拠点は世界各地に散らばっており、中でもスイスは特に劇作家にとって重要な国であった。亡命した作家は多数に及ぶため、亡命文学について統一的なテーマや共通するスタイルを乱すことは困難である。 亡命後も多産であり続けた作家は、ハインリヒマンとトーマスマン、ヘルマン・ヘッセ、ベルトルト・ブレヒト、アンナ・ゼガース、フランツ・ベルフェル、ヘルマン・ブロッホなどであり、一方アルフレート・デイブリーニや、ハインリヒ・エドアルト・ヤーコブ、ヨーゼフ・ロートらは執筆の継続が困難になった。終戦後は彼らの一部は亡命先に止まり、一部は祖国に戻った。 エリアス・カネッティはナチスによるオーストリア併合の際にロンドンに亡命したためノーベル文学賞をイギリス市民として受賞している。総じて戦艦期には亡命者も含め多数の作家が作品制作の断念を余儀なくされた。二つの大戦以降は文学の例地点ということが話題となった。世界では瓦礫文学が書かれたが、 すぐに戦争によって失われた文学の発展を取り戻さなくてはならないと考えられるようになった。まずその死から20年の時を経てフランツカフカが再発見された。ウィーングループは革新的な形式の死を実践し、西ドイツに起こった47年グループのメンバーたちが戦後の文学を主導した。国ごとにそれぞれ条件が異なるため、以下では、 各国の文学を分けて解説するが、しかし、国ごとの違いを過大評価するべきではない。いずれにしても言語は同じであり、東ドイツを除けば、経済的基盤も共通している。1945年以降すぐに、戦争の脅威と故郷への帰還を題材にした作品が書かれ、この題材に適した形式は、ハインリヒベルが用いたように短編小説であった。 1950年代に経済復興が起こると作品の舞台は現代に集中するようになり、ジークフリート・レンツ、マルティン・バルザー、ウォルフガング・ケッペンらがこのような長編小説を手掛けた。ギュンター・グラスはブリキの太鼓で国際的名声を得、1999年にノーベル文学賞を受賞している。重要な詩人はギュンター・アイヒであり、 彼は当時ポピュラーなジャンルであった、放送劇でも活躍した。具体史は、ヘルムート・ハイセン・ビュッテが開始した。マタグラス、レンツ、アイヒラと同じく47年グループのメンバーであり、ユダヤ人の立場から詩を書いたパウル・ツェーランが、注目されたが、彼の生活の拠点は、パリにあった。一定の困難な方向へ、自分の文学を進めていった作家として、 ヌーボーロマンから影響を受けたロールウルフ、実験的な手法を好んだアルノー・シュミットなどもいる。またウォルフガング・ヒルデスハイマーは、ブレヒトの影響が未だに根強かった演劇界にあって、不条理劇をものした。ベトナム戦争、及び1968年の学生運動の起こりから、文学者にも政治性が強く求められ、詩の分野では、ハンス・マグヌス・エンゼンスベルガー、 政治劇では、ベーター・バイス、ドルフ・ホーホーフトなどが応じた。それに対して、新主観主義と呼ばれるような、個人的な生活をテーマにしたユルゲン・テオ・バルディのような、作家も現れた。また70年代には、ポップカルチャーから影響を受けた詩人、ロルフ・ディーター・ブリンクマンが突出した活躍を見せた。ファンタジー文学の世界では、ミハイル・エンデが、もも、果てしない物語などで、 国際的名声を得た。80年代に入ると、ボート・シュトラウス、ウラハーン、ドゥルス・グリューン・バインなどの新しい作家が登場した。東ドイツ国家は自らを文学共同体と名付け、西側諸国の文学を敵視した。民主化は国家の主導のもと生産や反復、需要すべての場に行き渡るべきだと考えられた。社会主義思想を馬鹿げたものだとするような思想は、 検閲によって取り締められ、社会主義リアリズムが国の目的に沿うものとして商用された。この時期社会的リアリズムの作品を書いた作家にヘルマン・カントなどがおり、ヨハネス・ボブロウスキが三文において重要な活動を行った。1970年代には西ドイツと同じく新主観主義と呼ばれるような作家も登場した。一方で反体制的とみなされたウーベヨーンゾン ウルフ・ビーアマン、ザラ・キルシュなどが東ドイツを後にした。他の重要な作家は、クリスタ、ボルフ、ハイナー・ミューラーなどであり、彼らの作品は西ドイツでも高い評価を受けた。戦後のオーストリアでは、ゲルハルト・リュームと H.C. アルトマンを中心とした、ウィーングループ、並びに、アルベルト・パリス・ギュータースローや、ハイミート・フォンド・デラーなどの作家が、ナチズムと、 オーストリア国内のファシズムによって損なわれた近代的な伝統を取り戻そうと不信した。詩の分野においては、具体詩といわれる視覚的な表現を追求したエルンストヤンドルのほか、フランツ・オーベル、フリードリヒ・マイレッカーなどが挙げられる。1960年代から70年代にかけて、オーストリア文学は、ベーター・ハントケ、インゲボルク・バッハマン、 トーマス・ベルンハルトの登場で躍進し、ドイツ語圏の文学全体に大きな影響を及ぼした。エルフリーディ・エリネクも彼らの影響のもとに登場し、2004年にノーベル文学賞を受け取っている。ドイツやオーストリアと違い、スイスにおけるドイツ語文学には1945年を根本的な区切りとする必然性はない。戦後スイスにおける最も重要な作家は、 マックス・フリッシュとフリードリヒ・デュレン・マットであり、どちらも小説と二曲を執筆し、フリッシュはどちらかといえば知的に、デュレン・マットはグロデスクさを強調することによって、戦後の市民社会を批判的に扱った。この二人の影に隠れがちであるが、他の作家にはアドルフ・ム・シュク、ペーター・ビクセル、ウルス・ビドメルなどがいる。最も重要な文学の集会は2002年まで存在した。 オルテングループである。トーマス・マン・ギュンター・グラス2011年現在、ドイツ語で執筆したノーベル文学賞受賞者は、英語、フランス語で執筆した受賞者に次いで3番目に多い。ドイツ語で執筆した受賞者は、以下の通り。ありがとうございます。